株式会社日立産機システムは日本の産業用電気機械メーカー。モータ、ポンプ、制御機器、圧縮機、変圧機、インクジェットプリンタ、クリーンルーム関連機器など各種産業機器並びにシステムの製造、販売、保守、サービス、システムソリューションを行っており、主な事業分野として省エネ、高効率機器、設備、エコエネルギーシステム、エンジニアリング、保守、 サービスの4つを展開している。空気圧縮機やモーターなどの産業機器事業を展開する日立産機システムは、プロダクトのノウハウや IoT に対応したコネクテッドプロダクトなどの制御技術を強みとしており、搬送、組み立て工程を中心としたロボティクスソリューション事業を展開している。 日立製作所は2021年度を最終年度とする3年間の中期経営計画グループ再編に伴い2016年4月産業機器事業の再編についてグループに散らばっている工場向けの樹変電配電機器を全額出資の日立産機システムに集約すると発表工場の動力源となる空気圧縮機も日立製作所と日立産機システムで重複していたため 日立産機システムに一本化する。2018年4月3日、東京、大手町の経団連会館で開かれた第47回日本産業技術大賞増床式にて日立製作所と日立産機システムが開発したアモルファスモーター一体型オイルフリースクロール圧縮機が最高位の内閣総理大臣賞に選ばれた。ありがとうございます。